こんにちは。ファンケル管理栄養士の鈴木です。そしてこちらがファンケルブラウンライスミールズにて料理長を務めている岡田シェフです。お、岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファンケルのプラス一品で未病対策学べる健康食堂、9月の未病食材は椎茸です。その椎茸を使ったメニュー、椎茸とトマトのピンチョスです。岡田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは材料です。椎茸小ぶりのものを4個、プチトマト3個、玉ねぎ6分の1個、ニンニク半かけ、チューブのもので小さじ2分の1程度でも代用可能です。粉チーズ大さじ3、オリーブオイル小さじ2、塩1つまみ、パセリ適量、乾燥パセリでも構いません。ここで今月の未病ポイントです。椎茸などキノコ類に多く含まれている β グルカンは免疫力を高める働きがあると言われています。また椎茸に含まれるビタミン D はカルシウムの吸収をサポートするので、骨の健康が気になる方にもおすすめです。はい、では始めます。まず椎茸は軸を回して手で取っていきます。手で取っていくんですね。はい、手で取った方がこちらの空洞ができますので、後で具材が詰めやすくなります。椎茸なんですけれども、風味を保つためには水洗いしないようにしてください。汚れなどがある場合はキッチンペーパーなどで拭き取るようにしてください。軸を取ったら、この硬くなった石突きの部分は切り落としてしまいます。それ以外の軸は粗みじんにして具材に使います。椎茸の軸の部分って結構捨てちゃったりすることもあると思うんですけど、今回ちゃんと使うんですね。そうですね、意外と食感がいいので、これを入れることでお肉みたいな食感になります。じゃあ次はプチトマトをヘタを取って4分の1にカットしていきます。はい、次は玉ねぎを粗みじんにしていきます。ピンチョスと聞くとマッシュルームのイメージなんですけれども、椎茸でもできるんですね。そうですね、椎茸の方が肉厚なので食べ応えもありますし、あと旨味も強いのでピンチョスにぴったりですね。次はニンニクを粗みじんにしていきます。はい、こちらで下ごしらえは以上です。フライパンにオリーブオイル入れていただいて、オリーブオイルは2回使うので今は半量の小さじ1ですね。はい、先ほど刻んだニンニクと玉ねぎを入れていきます。であと椎茸の軸も加えて、炒めるときに、一緒に塩を入れていただきますと玉ねぎの水分が出やすくなります。そしたら弱火でじっくり炒めていきます。はい、ちなみに椎茸の選ぶ際のポイントなんですけれども、表面に傷がなく丸みがあるもので、軸が太くて短いものが良いとされています。はい、このぐらいしっかり玉ねぎをしんなりするまで炒めたら、先ほどカットしたプチトマトを入れていきます。トマトを入れたら、さっと炒めて火を止めます。あまり火を入れなくていいんですね。そうですね、軽く香りが出る程度で大丈夫です。はい、ボウルに移していきます。こちらに粉チーズですね、大さじ2杯入れていきます。後ほど残りのチーズを使います。熱いうちにこのようにチーズを絡めてよく混ぜていきます。はい、じゃあこちらしっかり混ぜ合わせましたら、こういった粗熱を取っておきます。はい、では粗熱が取れたら具材を椎茸に詰めていきます。はい、彩りが綺麗ですね。そうですね、トマトの赤が映えます。はい、ではこちらこのように詰めましたら、今度はフライパンで焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを敷いて、残りのオリーブオイル小さじ1と、椎茸の方には残りの粉チーズを振っておきます。大さじ1ですね。そうですね。はい、ではこちらフライパンに椎茸を並べていきます。そしたらこちら蓋をして弱火で4分から5分じっくりと蒸し焼きにしていきます。はい、ここが未病ポイントです。椎茸を加熱すると旨味成分の一種グアニル酸が増加します。トマトのグルタミン酸と合わさると旨味の相乗効果になります。またビタミン D はカルシウムの吸収をサポートするので、今回の椎茸とチーズのように組み合わせるのがおすすめです。はい、焼き上がりました。では盛り付けていきます。そうですね、椎茸の焼けた香りが食欲をそそります。パセリなどかけていただけますとより料理が映えますので、緑が映えるとグッと綺麗ですね。はい、あとこんな感じの爪楊枝刺していただけますと、もてなし料理にも使っていただけます。はい、こちらで完成です。完成しました。美味しそうですね。はい、ではいただきましょう。い
ただきます。いただきます。かわいいですね、見た目も。椎茸美味しい。逆さにしていることで椎茸の旨味もそのままここに溜まっていきますので、食べた時に椎茸の旨味が広がるかなと思います。蒸し焼きにしてるのでとってもジューシーです。お弁当に入れていただいたりとか、あとは白ワインとかに合わせておつまみの一品としても使っていただけるかなと思います。今月もプラス一品美味しかったですね。はい、ありがとうございます。では今回も行きましょう。今日も皆様が元気な一日を過ごせますように。せーの、今日も元気にいってみびょう。次回のみびょう食材は里芋です。メニューは里芋とケールの和風ポタージュです。楽しみに。